おはようございます。クルスレナです。はい、今日はですね、見るからに今から出かけますみたいな格好ですよね。まあいっか、前振りとか。もう早速タイトルコールしちゃうんですけど、今日は私の美容デーに密着したいと思います。イエーイ。まあ私今日オフなんですけど、やっぱね、年末年始実家に帰っていて、いつも行ってる美容のサロンに行けなかったりとか、ちょっと食べ過ぎちゃって太っちゃったりとか、肌荒れしちゃったりとかしてて、今結構ボロボロなんですよ、本当に。まあ何個かしか行けないんですけど、行けるだけ行きたいエステとかに行きたいなって思ってて、まあ今11時なんですけど、1個目の予約が12時からで、お昼ご飯も外で食べることになると思うので、まあそういうところも回しながら、今日の美容デーの一日に密着っていう感じで動画を撮っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみよう。はい、はい、恵比寿着きました。ですね、まずは一つ目のエステに、ちょっと待って、人多すぎてさ、喋るの恥ずかしいんだけど、今から行くところはオアシスっていう、私がいつも行ってるエステ、なんて言えばいいの、こういうのエステです。オアシスでは、まあ、その時の肌とかに合わせてなんですけど、前までは脱毛もやってもらってて、あとはハイフとか美容針とか、ちょっと早くつけすぎちゃったので、今ベンチに座って時間を潰しています。あ、でも5分前か、行ってもいいかな、行ってみよう。痩せたとか撮る 痩せたって言ってもらいました。亜美先生です。こんにちは。いつも担当してもらってます。気になるのはここでらも、辺そうのです赤みね、とか。赤みとかやっぱ肌荒れ、なんか治りかけって感じなんですけど、ちっちゃいプツプツしたのとか、やっぱところどころ赤いのとかがあったりして。したら針かな。あ、やっぱりお願いします。はい、お願いします。で、準備してくるね。はい、今から針千本になります。このアングルやばいよね、絶対。嫌いにならないでください。なんか落ち着かせるためにスキンケア変えたりとかした？特にそれそうはでない。すね、肌表面の綺麗さ、清潔に保てるようにパッドみたいなやつで使ったりとか。拭き取り化粧あ、水そう的です、な。そうです。なんか取りすぎても良くないからね、でも皮脂って。いや、そうですよね、そなんのバランかスが。そう、今赤み出てる時とかは拭き取りとかよりも化粧水の中の成分とかを見た方がいいかも。なんかさすがに無痛ではないけそう、無ど、痛ではないけど、なんか全然なんか痛いとちょっと違うよね。ツンツンツンってな感じ。じゃじゃーん、針が刺さりました。私痛みマジで弱いんですけど、私でも耐えられるから全然みんな耐えられると思います。このね、終わってから飲むこのワクチンドリンクっていうのがめちゃめちゃ美味しいです。すごい。めっちゃ横幅。食べ込みすぎたね。 これはやばい。めっちゃすっきりした。ありがとうございます。今日めっちゃいいね。やばいですよね。すっきりしすぎでしょ。はい、ということで今1個目のエステが終わりまして、次2個目に向かうんですけど、今時間が1時で、次の予約が3時からなんですよ。で、私お昼ご飯食べてないので、ちょっとお昼ご飯を食べたいと思います。ご飯を食べに恵比寿から渋谷に向かってます。渋谷でね、お昼ご飯を食べようかなって思うんですけど、私基本的に東京っていうか、東京でも北海道でもそうなんですけど、1駅とか2駅ぐらいだったら全然歩いて移動するので、今恵比寿から渋谷に歩いて移動しています。またご飯屋さん着いたら回したいと思います。はい、ということでお昼ご飯は私が大好きな筋肉食堂に来ました。さっき渋谷に歩いてますって言ったんですけど、で、渋谷行ったんですよ。渋谷の宮下パークにも筋肉食堂入ってるから、そこ行こうかなって思ったら、宮下パークが休館日だったんですよ。で、空いてなくて、でも私どうしても筋肉食堂のハンバーグ食べたくて、六本木まで行って、今これ六本木にいます。やばいですよね。でもハンバーグはめちゃめちゃ美味しかったです。ぜひおすすめなので行ってみてください。じゃあ次のシーンに移ります。はい、ということで次のサロンに行くために広尾に来ました。お昼ご飯を食べてから広尾に来ました。
今から行くところはサロンベアリーっていうハーブピーリングとか送信エステとかをやってるエステです。私も初めて行くんですけど、すごいねいい感じだったので楽しみです。今回は水玉リフティングをやろうかなって思ってるんですけど、じゃあまたサロンに着いたら動画回します。そうですね、その赤みとか結構出やすいのと、はい、後っぽくなっちゃってるのも気になる。かしこまりました。そしたら水玉リフティングがもう一番ぴったりだと思います。そうなんですね、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ターボしてくれる、新しいお肌を生み出してくれる、細胞自体を元気にしてくれるので、そこから出てくるお肌が元気になりますよっていうのと、お肌のトラブルの元になるニキビとかの元になるタンパク質っていうのを分解してくれて、お肌がすごい強くなります。これでもスタートしてます。すごい、こういう感じなんですね。そうなんです。本当に何も感じない、ぐぐぐぐ水分量が上がって元気になっていってます。これって何回ぐらい続けると目に見えて効果、その方の、まあ、肌トラブルの状態にももちろんよるんですけれども、まあ、一番推奨されてるのは、まあ、ワンクールが10回なので、まあ、そのくらいやっていただくと結構分かりやすい。ただ1回でもすごく効果がある技術なではあるの で、ね、だいぶ確かに、はい、そうなんです。赤みがかなり引いてると思います。ここととか結構赤く、もうちょっと硬くなってしまってたと思うんですけれども、弾力がすごく戻ってるんですね。細胞が元気になってるので、こう日々のスキンケアもぐん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 吸収していってくれます。ありがたい。すごい、はい、ありがとうございます。はい、帰宅しました。以前モデルさせていただいたバードックのロンティーを部屋着にしてます。で、帰ってきたんですけど、せっかくなので今日伊勢丹で購入したものと、帰りにドラッグストアも行ったので、ドラッグストアで買ったものも最後に紹介して終わりたいと思います。美容デーということでね、美容品を購入しました。伊勢丹で購入したものから紹介します。じゃじゃーん、こちらはですね、我らが安定のアルビオン様で購入しました洗顔です。今日ね2個目に行ったエステのところで、なんか今洗顔何使ってるんですかって聞かれて、なんかニキビ用のやつ使ってますって言ったら、もしかしたら大事な肌を守ってくれる成分まで落としちゃってるかもしれないから、もうちょっと優しい洗顔使った方がいいですよって言われて、アルビオンに行って、アルビオンのアンフィネスディープフォースウォッシュっていう結構保湿力の高い、で肌の内側まで修復してくれる力がある洗顔を買いました。洗顔でこの値段みたいな値段なんですけど、でもやっぱり洗顔って毎日使うし絶対大事、どんだけスキンケアいいもの使ってても洗顔で肌本来必要なものを落としちゃってたら意味ないと思うから、まあこれは使ってみてどうなるかわかんないんですけど使ってみたいと思います。でドラッグストアで買ったのがこちら、じゃじゃじゃーん、肌ラボ白純プレミアム薬用浸透美白化粧水のしっとりタイプを買いました。私肌ラボの化粧水使うの初めてなんですけど、確かイプサの化粧水に似てるって一回バズってて、なんか肌ラボの化粧水いいよってずっと聞いてたんですけど、なんとなくやっぱ普段アルビオンの化粧水使ってるから、いやアルビオンの方が絶対いいでしょって思ってたんだけど、今ニキビ跡とか赤みとかが気になるプラス保湿もしたいから、成分を見て買った時にこの成分めっちゃよくって、トラネキサム酸っていう美白成分が入ってるのと、グリチルリチン酸っていう私が大好きな肌荒れとかにいい成分が入ってたりとか、ビタミン C 誘導体も入ってるし、で私は乾燥が気になるので普通のタイプじゃなくってしっとりタイプ、よりしっとり保湿してくれるタイプの化粧水を買ってみました。ちょっとこれもね使ってみてどうかわかんないんですけど、またよかったらストーリーとかで紹介したいと思います。時々ね急に肌荒れが始まってまた治ってっていうのは繰り返してるんですけど、
ちょっとこれからまたね改善していきたいなって思うので、経過とか載せれたら載せるので、よかったらまた動画見てください。では皆さん、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。